京都産が FC 小屋松智也。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。まあ、たまたま見た試合がバルセロナの試合だったので、その時に見たイニエスタ選手とかは一番印象に残ってて、イニエスタ選手はずっと目指してた選手かなと思ってます。アンドレス・イニエスタ、バルセロナでチャンピオンズリーグ制覇4回、2010年ワールドカップ決勝スペイン初優勝へ導くゴールを挙げた。まあ、僕もサッカー始めて間もなかったんですけど、なんであんなに簡単に人が抜けるのかっていう、ボールの触るところとかシュート、オールラウンダーなところがすごく憧れてました。天と地の差ぐらいあるのって申し訳ないんですけど、まあ、目標を持つことは大事だと思うんで、自分がプロとして少しでもいろんな人に影響を与えるようなプレイヤーになれたらいいかなと思います。まあ、きっかけをくれた選手でもあるし、まあ、目標はあった方がいいと思うんで、まあ、どっかで対戦できたらいいかなと思いますけど、まあ、まずは自分のことをしっかりやっていきたいと思います。小屋松智也のヒーロー。